松潤さん、こんにちは。今回は東京ならではのニュースだったと思います。人身事故、とかくね、電車による人身事故っていうのは東京都心で起こりやすいのかなっていう印象を持ってますね。実は2014年、2015年に散々パラ聞かされていたことなんですけども、もう2日に1回ぐらいね、東京では人身事故があって電車が止まるんだよっていうふうに言われてました。で、絶対にこのニュースっていうのはテレビメディアに載ることはないんですよね。というのが、 JR っていうのは莫大な広告費を雑誌、テレビ、新聞にかけているから、そういった広告主の不利な情報を掲載することっていうのは新聞やテレビではね、できないんですよね。まあ、ですんで、こういったインターネットの時代に YouTube を中心に、そしてセミナー講師、これから稼いでいくためには、生き残っていくためにはっていう段取りの中で、 JR の事故、そしてここに飛び込む人身事故、とかく自殺者のことがね、引き合いに出されることが多いです。当時はコンビニ店のオーナーがよく飛び込んだというふうに聞かされてました。そして時期をずらしてコンビニ店のね、ものすごくね、不都合なフランチャイズの仕組みっていうのがたまにテレビで放送されるんですけども、それでもそんなに盛んには放送されませんね。というのが、やっぱりコンビニもですね、テレビに毎年50億とも言われる広告料を払ってる大得意様からだからですよね。ですので、コンビニのいい情報は流しても、コンビニのフランチャイズがこんなに不利な条件なんだよってことはなかなか報道されません。報道されたとしても、そういう条件を飲んで契約しているフランチャイズオーナーさんの軽率な行動にはなんとかかんとかっていうね、こういうふうなね、結局フランチャイズっていうのの責任はオーナーさんの自己責任っていうふうにまとめれることがありますよね。いや、しかしですね、フランチャイズといえども加盟店で対等な関係を本部に持ってるはずなんですよ。まさにね、死ぬまでやらせることはないじゃないかって私は思うんですけどね。なんかね、四等娯楽っていうのを私たちが大学受験の時に言いました。四等っていうのは、4時間しか寝ずに頑張った人は当選して、5時間も寝ちゃう人は落選するよってことなんですけども、これをもじってね、フランチャイズっていうのは、4000万円までだったら借金を負わせろ、5000万円以上借金を負わせたら死んでしまうぞっていうような、ね、言葉らしいんですよ。なんとも恐ろしいじゃないですか。で、ちょっと調べてみたんですけども、人身事故、電車の人身事故って年間で1000件あるそうですね。1000件以上で、この10年間1000件を切ったことがないそうなんですよ。そのぐらい人身事故って多いんですよね。そしてその 63% がなんとですね、自殺なんですよ。ですんで、人身事故のうち半数以上が自殺に使われている、それが電車ということになります。要するに死亡のメッカってことになっちゃうんですよね。なんとも恐ろしい話でございます。そして今回の話題をまとめるのに、私はね、一つの厳然たる真実をここに紐解くことができるんですよ。それはですね、人の命は金で買えるってことなんですよ。これどういうことかっていうと、人身事故を起こされる、自殺をされる方っていうのは大半がお金の問題なんですよ。40代50代の経営者の方が、コンビニじゃないですけどもね、本当に先を見据えて心を重くしてフラフラっと自殺してしまうということです。そして深夜に自殺の例が多いのは、おそらくなんですけども、飲酒をして、そしてフラフラっとした状態で飛び込まなければやってられないんでしょうね。これまともな神経ではなかなかね、怖いですしね。それから電車に事故を起こすと、人身事故ってものすごく迷惑がかかるんで、正常な状態ではなかなかできないと思うんですよ。ですので、お酒を飲んでね、酩酊した状態で勢いをつけて、えいやと行くんじゃないかなと思います。で、中にはね、インスタとかツイッターでライブをしながら飛び込むような女の子とかもいたりとかして、本当に痛ましいなと思いますよね。まあ、なんせ電車ってのはものすごい勢いで飛び込んできてですね、そこに、自分の体を投げ出せばね、十中八九死に至るという、そんな形です。多分痛みも一瞬でしょうね、きっとね。飛び降りの月ぐらいに使われてるんじゃないかと思います。どちらにしても痛ましいことでございます。死ななくてもいいように、ビジネスをしっかりと構築して、そしてできればね、お金に困ってる人、お金に困って自殺をするような人だけでも救えるように、これからもビジネスというものをしっかりと伝えていきたいと私も思いますね。ということで、松潤さん、非常に意味深いテーマをありがとうございます。これからもね、ミュージシャン視点で東京というものを捉えていただければ、私たちにもね、本当に、考えるところが多くいただけると思います。よろしくお願いします。それでは。